皆さんこんにちは。今日の試合の実況は私西岡、解説には堀池拓実さんをお迎えしてこの熱い一戦をお伝えしていきます。よろしくお願いします。いい試合を期待してます。そうですね、よろしくお願いします。これシュート、素早く詰めたい。ルーズボールになった。クロス来た、イニエスタ。さて画面でご覧いただけるでしょうか。今日のグラウンドは雨が降っています。両チームの戦略にどう影響するのか要注目です。ヤング、これは止められます。セルヒオ・ラモス、カルバハル、よく見えてます。素晴らしいクロスが入りましたが、シュート、素晴らしい反応を見せました。ウォルコット、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。エトーが出ていましたが、無情にもオフサイドの判定です。この動きがモドリッチのプレーです。カルバハル、外に出てゴールキックです。頭でつなぎます。クリアしました。決定的ともいえる場面、素晴らしいクリア。さあスタジアムのテンションが上がります。これはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。ここにいます、イニエスタ。パスの先にはウォルコットが。バルセロ、この選手がモドリッチです。ボールをカット、ポジション取りがうまく、どうだ、綺麗に曲がりました。の堀池さん、キャプテンに選ばれてから本当に動きがいいですし、チームをまとめてるんですよね。いい。ですね。責任感なんでしょうかね。これもそうですけど、信頼されていますよ。選手の交代があるようです。ヤング、ヘススナバス、エトー、ヘススナバスが来ましたよ。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ネイマールが絡んでいきます。ウォルコット、ネイマール、やはりこの人にはチャンス。ここで打ち合う。ボールの激しい奪い合いです。フェライニ、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、バルセロ、ネイマールが抑えます。可能性のあるクロスでしたが見事にカット。エトー、ここにいます。流した。エトーがプレーを続ける。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。プレーが止まります。流しません。これはちょっと激しく行き過ぎました。
笛を吹かないわけにはいきませんでしたね。ファールの判定に異議を唱えていますが、しっかりシャツを引っ張っていますよね。いい判定でした。壁に阻まれた。いい位置で奪った。主審はセルゲイ・ピッキンのプレーをどう見たか。今のファールにカードが出されます。タックルを狙いましたが、ボールに行っていませんでしたね。どう見てもファールですよ。ケディラ、ペペ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、これは完全に出てしまいました。オフサイドです。この選手がモドリッチです。ケディラ、メッシ、タッチが甘かったか。ボールを失いました。ヘスナバス、エトーがドリブルで持ってくる。決めに来た。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ネイマールが抑えます。この選手がヘス・ナバスです。マルセロ、スローインになりました。タマボタのスローイン、攻守が変わります。テオ・ウォルコット、メッシ、ヤン、さあ折り返した。エトー、よく止めています。カシージャス、コーナーを得ました。同点のチャンスです。シュート、ゴール、試合は振り出しです。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ウォルコット、また得点が入りました。これはいい時間にリードを奪いました。全くその通りですね。後半に向けて選択肢が広がる得点になりましたね。いやー、これは素晴らしいですよ。この選手がモドリッチです。ネイマールが抑えます。競り合いになりました。ベルギーの壁、コンパニーがここにいます。スコアは2対1。ここでハーフタイムを迎えます。前半終了間際にゴールが決まったこのゲーム、堀池さん、前半をどう見てますか？いい時間のゴールでした。少し余裕が生まれると思いますよ。
残るは45分、後半戦キックオフです。ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。どうだ、なんと止めるのか。江藤が打ったシュートはスーパーストップ、コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。頭でなんとかクリアしました。入るか、ゴール決まりました。これは自力の差が出てしまった形になりました。別のアングルからご覧ください。イニエスタ、ネイマールがいます。うまく届きますか。フィールドの中盤でボールを奪いました。カルバハル、イニエスタが絡みます。いいクロスを入れたい。アンドレス・イニエスタが奪いました。ネイマール、シュートだ、決まった。ゴールが入りました。これは中盤がうまかったですね。うまく飛び込みました。ナイスセーブでしたが、相手の前に弾いてしまいましたね。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。決めに来た。このボールはどちらが取るか。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。ヒールでつないだ。ラミレス、ヤング、うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。いいクロスを入れたい。のプレーです。クロスを出した。誰も合わせられない。セルヒオ・ラモスが絡みます。ケディ、フェライン、このボールは重要です。中盤でボールをカットしました。ゴールラインを割ってゴールキックです。メッシに注目しましょう。ボールはどちらにこぼれるか。ボールの動きが激しい。ケディ、ボールがフリーになりました。フェライニ、完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いやー、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。果敢に仕掛けてボールを奪いました。どうなる？綺麗な弧を描いた。大きく差がついてしまいました。こちらのカメラからの映像です。イニエスタが絡みます。ウォルコット、どうする、
シュートだ。セーブ。江藤のシュートを止めます。福神がコーナーフラッグを刺します。パンチング。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ここはペペのテリトリー。カルバハル。ここで攻守が入れ替わります。ここで網にかかる。バルセロ。モドリッチ。ヘディラ。やはりこの人にはパスが行く。リオネルメッシ。打った。決まった決まった。ゴールです。さあ堀池さん、これで点差はあと1点というところまで来ました。はい、このまま流れを完全に引き寄せてあと1、2点行きたいところですよね。どちらも非常に攻撃に重点を置いた試合を展開しています。さあスタジアムのテンションが上がります。ネイマー。シュートには選手が詰めています。カルバハル。ペペ。ケディ。さあメッシです。中に人は。ディフェンスが勝ちました。ボールを抑え込みます。わけにはいきません。メッシ。テオ・ウォルコット。やりました。クリアすべきでしょう。クロスが上がった。ギリギリでしたね。ここで試合終了です。いやー堀池さん、悪天候も何のその素晴らしいゲームでしたね。面白かったですね。お客さんも来てよかったと思っているでしょう。